女子無差別は安野紀子。選手が5人の無差別は初戦に勝てば決勝進出が決まります。相手の韓国のムーンは去年の世界選手権無差別で3位の強敵です。安野は開始わずか10秒余りの大内刈りで技ありを奪うとそのまま抑え込みに入ります。25秒間抑え込んで合わせて一本勝ち、決勝進出を決めました。